加藤浩次と小泉孝太郎のぶらり旅、日本一の街で一番の飲食店を探す。一番今だよ、俺も20年ぶりぐらいでめっちゃうまそうなんだよ。人混みをかき分けていくわけですね。米が全く見えないじゃない。あ、ごめんなさい。日本一番旅、木曜夜8時、カールズバー。小泉じゃなかったら言ってましたっけ。